超鎮暗光カはア暗光目に属する魚類の分類群の一つ。超鎮暗光族一族のみを含み、超鎮暗光など18種が記載される。超鎮暗光の骨格図超鎮暗光化の魚類はすべて深海魚で、太平洋、インド洋、大西洋など、世界中の海の深海に分布する。背びれのトゲ状が長く伸びて変化した有印突起を持ち、先端には、 疑似状態と呼ばれる膨らみがある。疑似状態には発酵バクテリアによる強制発酵器を備え、餌となる小動物をおびき寄せて捕食する。目は小さく柔らかな薄い骨格、ゼリーのような柔らかい肉で覆われ、表皮は薄い。ンが短く滑らかであることが他の超鎮安工場化の仲間と異なる点の一つである。雌雄ともに生涯を通じて頭頂骨を欠く。 胸びれ、背びれ、尻びれ、尾ひれのひれ状は、それぞれ14から18本、5から6本、に4本、9本で、椎骨は19個。1967年2月、鎌倉の海岸に打ち上げられた、超鎮暗光が、江ノ島水族館で8日間飼育された際に、世界で初めて、イリシウムから発光液を紛失する様子が観察された。この個体の液芯標本は、 現在、新江の島水族館で展示されている。発酵液の放出には、獲物の目をくらますなどの効果があるとみられる。超鎮暗光化の魚類は、他の超鎮暗光状化に属する種類と比べて、大型で、メスは体長5 0トル程度にまで成長する。一方、オスは非常に小さく、最大でも4トルほどにしかならない。これは、 ア鎮コウ場化に共通する特徴で、このようなオスを YU と呼ぶ。他かの YU ではメスに付着して一体化する場合もあるが、超鎮コウ科のオスはこのような規制を行わず自由生活を送る。超鎮コウカは一族18種で構成される。ありがとうございます。